仮想通貨への投資を謳う SNS にアクセスした松本市の60代女性が1550万円余りを騙し取られる詐欺被害に遭いました警察によりますと6月中旬松本市の60代女性が投資関連の SNS にアクセスし投資取引を依頼しました。するると、指南役を名乗る相手から、 仮想通貨を購入するための入金を指示され女性は指定された口座に複数回入金したということですその後、利益を上げているといったメッセージが来たため払い出しを求めたところ利益に応じた所得税が必要だと指示されさらに振り込みました。女性は合わせて万円余りりを振り込みましたが 利益の払い出しができないことなどから被害に気づきました警察はインターネットや SNS での投資話は詐欺を疑うよう呼びかけています